有機ケイ素部材は無機と有機の性能を併せ持つ非常に優れた物質です。私たちの身の回りでもコーティング剤や化粧品など多くの製品に利用されています。一般的な有機ケイ素部材はまず砂を金属ケイ素にした後、白金触媒を用いて製造されたり使用されたりすることが多いです。しかし砂を還元する工程では1800度と非常に高い熱エネルギーを長時間使用することによる CO2 排出量の増加、さらに触媒として用いる白金が希少金属であることによるコスト面での負担や資源リスクが懸念されています。幅広い分野で活用できる有機ケイ素部材は年々需要が高まり、2050年には現在の2倍以上の市場規模になると推定されています。そこでネドでは金属ケイ素を経由せず省エネルギーに、また白金触媒を使用せずに低コストで製造できる高性能な有機ケイ素の研究開発を進めることにより、持続可能な社会の実現を目指します。一言で言うと、まあ、どこにでもあるような砂という原料を使って、まあ、我々の身の回りあるような役に立つものを作っていこうと、まあ、そういったプロジェクトです。で、具体的に言うと我々のセンターの名前でもありますような触媒を使って、砂そのものだとこういった服とかいろんなものできませんけども、それを触媒の力を使って有用なものに変えていくと、その触媒の発見開発を行っていると、そういうプロジェクトになります。産業技術総合研究所とコルコート株式会社は、珪質血岩、もみ殻、産業副産物などの安価で豊富に存在するさまざまなケイ素原料として、有機ケイ素原料であるテトラアルコキシシランを高効率に合成できる反応プロセスの開発に成功しました。従来技術は金属ケイ素を経由するプロセスのためエネルギー消費が多くコストが高いことが課題でしたが、本技術によって大幅なプロセスの省エネルギー化と製造コストの低減が実現できます。こちらが金属ケイ素を経由することなく砂やもみ殻燃焼灰などの、豊富で安価な SiO2 からテトラアルコキシランを製造するための装置です。このような SiO2 のスラリーを反応容器の中に注入して、この反応容器の中でテトラアルコキシランが生成します。反応の傾向を制御するための脱水塔がこちらについていまして、ここで水を取ることによって効率よくテトラアルコキシランを製造することができます。この装置を使って1キログラムのスケールでテトラアルコキシランの製造に成功することができました。シランカップリング剤は私たちの身の回りで活躍する複合材料の製造に欠かせない有機ケイ素原料です。産業技術総合研究所ではシランカップリング剤の効率合成に資する新しい触媒の開発に成功しました。開発した触媒を用いれば狙った有機ケイ素原料を高効率高選択的に合成することが可能となります。大阪市立大学では入手容易なターピリジンを配位種とするコバルト錯体をシリカゲルに探知することで錯体触媒の特徴を生かした固体触媒の開発に成功しました。この固定化錯体は安価で取り扱い容易な炭酸カリウムにより触媒活性が発現し、ヒドロシリル化反応において高い触媒活性を示します。また錯体の漏出は起こらず、触媒の再生利用も可能です。関西大学グループでは酸化鉄ナノ粒子触媒によるヒドロシリル化手法を開発しました。新触媒は DMF を保護分子として簡便に合成でき、安定かつ複数回の触媒のリサイクルが可能な金属ナノ粒子です。この触媒は少量で高い活性を示すのみならず、白金ナノ粒子との混合でシランカップリング剤合成用触媒として利用できます。早稲田大学ではルイス酸触媒を用いた反応により規則構造ポリシロキサンを合成する技術を確立しました。メチル基、フェニル基、ビニル基などが規則的に配列した
各種ポリシロキサンの合成に成功しており、 ABBBA 型、PABAB 型といった同組成で構造の異なるポリシロキサンも得られます。この技術によりポリシロキサンの精密な物性制御が期待できます。産業技術総合研究所では構造が明確なシリコーンオリゴマーを自在に合成する技術を開発しました。酵素触媒が含まれた反応溶液にシラン原料と酸素源を交互に繰り返し加えていくだけで、分子量が単一で配列構造が明確なシリコーンオリゴマーを自在に合成することができます。またヒドロシリル化などと組み合わせることで他の材料に導入することができます。産業技術総合研究所では有機触媒を用いた重合法によりシリコーン材料の基材となるポリシロキサンの簡便な精密合成法を開発しました。この方法によれば望みの平均分子量、末端構造、側鎖構造を持ち、分子量分布が小さなポリシロキサンを安全かつ簡便に合成できます。また1バッチ 350g 以上での合成ができることを実証しております。産業技術総合研究所ではガラスの基本単位であるオルト計算の単理に成功しています。最近超微小シリカナノ粒子であるオルト計算の加護型8量体の 1kg スケールでの合成を実証しました。またオルト計算の加護型8量体を全駆体として、これまで単理が困難であった種々球単位加護型シロキサン化合物の合成および単理に成功しています。新規骨格を有するシロキサンは高分子のモノマーとして材料物性向上が期待できます。群馬大学ではこれまではしご型やダブルデッカー型、加護型の新規骨格を有するシロキサンを多数合成してきました。今回応用を見据え、ビニル基やチオールなどの様々な反応性置換基を有する新規骨格シロキサンの合成を行いました。ケイ素だけじゃなくて、我々触媒環境研究センターではその辺にあるような原料、例えば、空気、砂、草とかですね、そういったものから有用物質を作ると、石英とか、砂からですね、こういった服を作る、だからこれから30年後の人はですね、砂から作った服を着て歩いている時代が来る。それから我々空気ってのを注目してるんですけども、こう酸素と窒素がある、で水から水素源があるとアミノ酸ができる、いい触媒細胞を作ると、そうすると空気から直接肉ができるという、そういうような世界になる。ですから触媒の力を借りて、ちょっとこんなもの何も使えないなってものをですね、有用なものに変えていくっていうふうな研究を、実際やっています。まだまだ先は長いですけども、触媒の力でもってそういった明るい未来ができればいいかなというふうに思っています。ねど